福岡ペイペイドームです。ホークス対ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の斉藤、ジャイアンツの先発は右の沢村、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の斉藤、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは与那嶺。第9初球空振り、伸びのあるストレート。第2球見送ってボール。第3球を投げました、ボール。投げた、打った、痛烈な当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。与那嶺、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。初球から打ってった、左中間へのヒット、坂本ナイスバッティングです。ホークス先制のピンチを迎えます。第9ボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。投げた、ストライク、インコース厳しいところ。第3球を投げた、直球ストライク、インハイへ、伸びのあるストレート。さあ、4球目流し打ち、どうだ、サードライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9投げた、ストレート見送ってストライク、伸びのあるストレート。さあ、次の投球、外角高め、外れてボール。第3球を投げた、高め、ボール球打った、ボールはライナーで左中間へ、左中間へのヒット、二塁ランナーホームイン。ジャイアンツ、まずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは5番松井。第9アウトコース高め、ストライク。第2球投げました、ストライク、インコース厳しい球。さあ、2ストライクと追い込んだ、追い込んで第3球を打ちました、フラフラ、あっと、インフィールドフライになりました、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。投げました、見送ってボール。投げました、打った、キャッチャー落下点、取って、これで3アウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ホークス先制点を奪われています。右の沢村、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、ホークス攻撃に入ります。先頭バッターは広瀬。第9ボール。投球これから2球目、見送ってストライク、キレのある変化球。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、打ちました、ボテボテのサードゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番佐々木。第9投げました、打ちました、初球打ち、三遊間の当たり、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは柳田。第91球でストレート空振り、いきなり157キロ。初球空振りから第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、154キロ直球、空振り三振。沢村、上々の立ち上がりを見せています。2回の表、ジャイアンツ攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部。第9投げた、内角低め見送ってストライク、変化球にキレがあります。
第2球投げた、外角低め、スローカーブ外れてボール。投球はこれから3球目。打った、これはファースト正面、松中一塁、ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番青田。打ちました、ファール。第2球打ちました、投球は3球目。投げました、変化球、空振り三振、斉藤ナイスピッチング。バッターは9番千葉。投げました、スローカーはストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目。アウトロー、外れてボール。第4球を投げました、変化球、空振り。次は5球目、打った、ショートの左、気づか、掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。斉藤、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、ホークス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野村、見送ってストライク。第2球投げました、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク、伸びのあるストレート。追い込んでから投げた、インコース、見逃し三振。バッターは5番松中。第9投げた、初球を打ちました、入れば同点だ、レフト交代、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者角田。第9投げた、外れた、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、ドロップ見送ってストライク。さあ4球目、外角高め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。最後はスイングアウトの三振に倒れました。2回が終了しまして1対0です。ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。トップバッターは与那嶺、見送ってボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、まっすぐ見送ってストライク。次が4球目、投げました、打ちました。第5球投げました、インコースいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球は146キロ直球、空振り三振、坂本全くタイミングが合いません。投げた、これはかすった形になりました。第2球投げた、変化球はボール。第3球を投げた、外角高め、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、左中間へのフライですが取りました。これで3アウト。斉藤、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、1点を追いかけます。ホークス攻撃に入ります。先頭バッターは小久保。第9投げた、初球打った、千葉ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番井口。第9投げました、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、直球空振り、バッター追い込まれました。
投球これから4球目。ストレートはボール。第5球投げました。ボール。さあ6球目投げました。高めボール球打った。長嶋下がっていった。ファウルボール。投げた。打ちました。いい当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。井口いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。さあ次の投球井口スタート。キャッチャー二塁送球。これがタッチアウト。盗塁失敗。これでランナーがなくなってしまいました。第3球を投げた。3球目ストライク。次は4球目投げた。打った。これは内野フライ。ピッチャー落下点に入りました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。3回の裏が終わりまして1対0ジャイアンツ1点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは長嶋。投げた。初球は変化球に空振り。1球目空振りから投げた。これもしかし空振り。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました。打ちました。野村落下点に入った。ファウルグラウンド。キャッチしています。バッターは5番松井。第1打席は内野フライに倒れています。投げました。打った。ファウル。さあ次の投球投げました。ボール。第3球を投げました。空振り。追い込んでから第4球を投げました。アウトコース低め。外れてボール。第5球投げた。アウトコース低め。見逃し三振。バッターは DH の黒丸。第1打席はファールフライに倒れています。インコース高めいっぱいストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。インハイギリギリいっぱいストライク。第3球を投げた。一つ外した。ボール。次は4球目投げた。内角ボール球打った。1、2塁間への当たり。斉藤取ってアウト。スリーアウトチェンジ。斉藤3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって1対0です。ホークスこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは広瀬。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。決まった。ストライク。第3球を投げました。外角低め。ストレートは外れてボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。打った。いい当たりだ。打球はセンターへ。センター前のヒットになります。広瀬ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは2番佐々木。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。タッチセーフ。第9広瀬走った。外れた。ボールを2塁。盗塁成功。ホークス大事な場面で盗塁を決めました。先ほどのプレーです。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球は完全に外れた。ボール。第4球は打ちました。ショート左横のゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。第9球内角高め。ドロップ外れてボール。振り返って二塁牽制球。第2球インコース引っ張った。第3球を投げました。膝元。ボール。投げました。4球目空振り。追い込んで第5球打った。痛烈な当たり。クリーンヒット。広瀬3塁回った。ホークス追いつきました。1対1。柳田タイムリーツーベース。ホークスなおもチャンスが続きます。ワ
ワンアウトランナー二塁という場面で野村、ネクストバッターサークルには松中。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ。打球はそのまま伸びていく、センター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは5番松中、第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、見送ってストライク。第2球投げた、決まった、ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた、ドロップ、空振り三振。松中全くタイミングが合いません。投げました、ボール。第2球投げました、ストライク。投げました、ドロップはボール。第4球はボール。投げました、際どい球、選んでフォアボール。バッターは7番小久保。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました、危ない球。第2球ストライク、伸びのあるストレート。第3球打ちました、阿部、余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。4回の裏が終わりまして3対1、ホークス2点リードに変わっています。5回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターは阿部。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、外角へストライク、少し迷ったか。第2球流し打ち、ライナーだ、ヒット。阿部、いいバッティングを見せました。バッターは8番青田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、打ちました、ライト前進、ヒットになります。青田、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは9番千葉。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、ボール、外角低め。投球はこれから3球目、変化球空振り。ホークス内野陣はゲッツー体制。投球これから4球目、見逃し三振。さあリプレイです。打順はトップに帰って与那嶺、第1球投げた、ボール。投げた、ボール。第3球アウトローを見送ってストライク。第4球を投げました、直球ストライク、インコースへ、伸びのあるストレート。投球これから5球目、打った、流し打ち、小久保取った、サードフォースアウト。ホークスなおもピンチが続きます。今日は安打を放っています。バッターの坂本、投げました、初球から打ってった、ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。斉藤、踏ん張ってランナー2人残塁。5回の表が終わって3対1です。5回の裏、ホークス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは井口、投げました、初球空振り。初球空振りから第2球投げました、ボール。第3球は流し打ち、どうだ、ライトへの打球、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番木塚。第1打席はピッチャーフライに倒れています。ドロップはストライク、タイミング合いません。1球目空振りから
投げました。打った。セカンド左横のほど。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターはトップに帰って広瀬。第9球。投げた。初球打ち。抜けた。広瀬、いいバッティングを見せました。左バッターボックスには佐々木。これが3度目のバッターボックス。投球これから2球目。ストレートはボール。投げた。ボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。次は4球目。ランナー走った。ストライクになった。盗塁成功。ホークス重要な場面で盗塁を決めてきました。追い込んでから投げた。打ちました。センター前に出る。取りました。これで3アウト。二塁ランナー広瀬残塁に終わりました。前半が終わりまして3対1です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは王。今日はサードライナーとセンターフライ。変化球決まってストライク。タイミング合いません。第2球投げた。打ちました。痛烈。いった。打たれました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは4番長嶋。第9球直球決まってストライク。第2球投げた。スライダーボール。第3球を投げました。直球ストライク。追い込んで投げました。引っ張った。ライナーやった。ヒット。レフトからセカンドへ。長嶋ツーベース。ホークス同点のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。さあ同点のピンチで迎えるバッターは松井。ネクストバッターサークルに控えているのはクロマティ。第2球ボール。第3球はインローを見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。打球は三遊間へ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。投げました。ボール。第2球ストライク。二塁牽制。二塁タッチセーフ。投球は3球目。投げました。変化球はボール。投球これから4球目。打ちました。いい当たり。センター前クリーンヒット。センターバックホーム。クロマティナイスバッティングです。ホークスなおもピンチが続きます。バッターは7番阿部。この後に控えているのは青田。第9球打ちました。第2球投げた。ボール。投げた。アウトロー際どい球。ボール。投球これから4球目。見送ってストライク。第5球投げた。打った。いい当たりだ。ピッチャー返し。ライナーやった。センターからセカンドへ。ホークス追いつかれました。3対3。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして青田。投げた。初球外れてボール。第2球投げた。ストライク。投球はこれから3球目。ストレートはボール。第4球を投げました。打った。ファウルボール。さあ5球目。
打った、これはいい当たりだ、入れば勝ち越しだ、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、スリーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。バッターは9番千葉、今日はショートゴロと三振、第9投げました、外れた、ボール、第2球投げました、見送ってボール、投げました、ストライク、村端厳しいところでした、キレのある変化球、投げました、流し打ち、ファール、追い込んでから投げた、インハイ際どい球、ボール、投げた、逆らわずに右、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って与那嶺、今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、ストライク、1球目ストライクから、投げた、ボール、第3球を投げた、外角高め見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、追い込んで投げました、打った、痛烈な当たり、セカンドの頭上、クリーンヒット、与那嶺二塁も狙う、与那嶺ツーベースヒット、バッターは2番坂本、第9投げました、初球決まってストライク、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、追い込んでいます、第4球を投げました、打ちました、ショートが右、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、6回の表が終わって6対3ホークス3点をリードされています。ホークスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは柳田、投げた、初球空振り、いきなり156キロ、初球空振りから投げた、またも空振り、変化球にキレがあります。第3球を投げた、内角低め、空振り三振、最後は力でねじ伏せられました。バッターは4番野村、この前通過、第2球ストライク、投球は3球目、投げた、見送ってストライク、追い込んでから投げた、バッターの足元、投げました、ボール、さあ6球目、投げました、打った、スタンドに入りました、ファール、第7球を投げました、ここは選んでフォアボール、よく選びました、第9投げました、打ちました、千葉ボールを取る、セカンドフォースアウト、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9初球ドロップ、空振り、キレのある変化球、第2球投げました、インロー、直球は外れてボール、投げた、外れた、ボール、第4球を投げた、ストレート空振り、さあ投球は5球目、打ちました、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー松中残塁に終わりました。中盤まで終了しまして6対3です。斉藤降板、左の幸今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、初球に送ってストライク、初球ストライクから投げた、インハイ、ボール、第3球を投げた、危ない球、
第4球を投げました。打った。ボテボテのセカンドゴロ。井口掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番長嶋、今日4度目のバッターボックス。高めギリギリいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球投げました。ボール。第3球を投げました。カーブはボール。内角高め。次が4球目投げました。見送ってボール。第5球投げました。5球目ストライク。第6球を投げた。打ちました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番松井、これが4度目のバッターボックス。投げた。見送ってストライク。第2球危ない球。第3球を投げた。3球目空振り。少し迷ったか。第4球を投げた。内角外れてボール。次は5球目投げた。打った。三遊間ライナー破っていった。松井いいバッティングを見せました。バッターは指名打者クロマティ投げました。インコース低めボール。投球これから2球目。インコース空振り。第3球を投げました。ストレートはボール。投球これから4球目。打った。ショートの頭上フラフラっと上がっている。掴んでこれで3アウトになります。満員のペーペードーム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは小久保。今日は打ちました。初球打ち、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番井口。第1球投げました。初球外れてボール。第2球投げました。内角低め外れてボール。第3球は3球目空振り。タイミング合いません。第4球を投げました。ストレート。変化球にキレがあります。第5球投げた。打ちました。坂本バックして、坂本掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番木塚。今日はピッチャーフライト、セカンドゴロ、アウトコース高め。ストレートは外れてボール。第2球投げた。外角低めいっぱい、ストライク。キレのある変化球。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。空振り。第5球投げた。外角低め見逃し三振。ホークス最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。7回までが終了しまして6対3です。8回の表、ジャイアンツ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは阿部。今日はここまで3打数2安打。カーブはボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ次の投球投げました。打ちました。第3球を投げました。ボール。投球これから4球目。シュートはボール。第5球投げました。変化球ストライク。外角高め。第6球を投げました。打った。1、2塁間の当たり。セカンドから1塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番青田。今日はスリーランホームランを打っています。投げました。初球はストライク。第2球投げた。直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。ボール。
第4球を投げた。空振り三振。バットが空を切りました。バッターは9番千葉、今日4度目のバッターボックス。初球を打ちました。右中間へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。ユキ、この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって6対3です。沢村降板、右の宮田、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第9球、変化球はボール。さあ次の投球、投げた、変化球見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打ちました。打球はショートの左、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番佐々木。第1球、投げました。1球目ストレート空振り、147キロストレート。投球これから2球目、このボールも空振り。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第3球、低め、変化球は外れてボール。第4球を投げました。得意のストレート、空振り三振。バッターは3番柳田。第1球、外角を泳いだ。打球はサード後方、サード落下点、取りました。これで3アウト。ホークス三者凡退に倒れました。8回の裏が終わりまして6対3です。ユキ降板、マウンド上はファルケンボーグ、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球、直球ストライク、インローへ、いきなり156キロ。第2球、投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中間へ、これはヒットになります。与那嶺ナイスバッティングです。バッターは2番坂本。第1球、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球、投げました、打った、いい当たりだ、ボールはライナーでライトへ、ライト掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。一塁ランナー出た、これはストライク、キャッチャー二塁へ、判定はセーフ、盗塁を許します。さあリプレイです。投球これから2球目、内角際どい球、ボール。第3球を投げた、打ちました、内野ゴロ、気づか、ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。アウトコース高め、1回ストライク、いきなり153キロ。初球ストライクから、第2球、打った、センターへ持っていった、ヒット、ホームイン、ジャイアンツ1点入りました、7対3。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番松井。第9球、投げた、ストレート見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球、投げた、縦のカーブ空振り、これで追い込みました。第3球はスプリットはボール、内角低め。第4球はボール。さあ5球目、スプリット、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。9回の表が終わって7対3、ジャイアンツリードを4点としています。9回の裏、4点を追いかけます。ホークス攻撃に入ります。先頭バッターは野村、今日はツーランホームランを打っています。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、一塁送球、千葉うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番松中、これが4度目のバッターボックス。低めの変化球、ボール。第2球、投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げました、4球目空振り。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ投球は5球目、投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターは DH の門田。ホークス最後のバッターになるのか。第2球、2個
2球目ストライク。第3球を投げました。3球目空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第4球を投げました。ボール。次は5球目打ちました。いい当たり。ボールはライナーで青田取りました。ゲームセット。ホークス敗れました。